はい、お疲れ様です。11月21日朝6時15分の相場解説になります。今、日足を見ていただいてますけども、下落トレンドに入っておりますね。これが早く気づければよかったんですけども、ただね、1日前のこの日足ってのは、まだね、反転して、こちらの方上昇トレンドに戻る可能性がありましたので、やっぱり下落トレンドと決めつけることは難しかったかなと。反面、4時間軸とか1時間軸では完全に昨日はね、下落トレンドが見て取れましたので、遠慮なくセルの方で取るっていう決断ができました。NG をね、何回か書いて下の方に行きましたんで、ものすごく大きな下落が起きて、148円の300あたりまで、もう148円の前半まで行っちゃったってことになります。はい、それで全体像が測れるわけですけども、今後もこちらの方に進んでいく可能性はまあ出てきましたけども、まあ一旦はですね、こちらの抵抗体のことを考えていかなくてはいけないかなと。今、抵抗体に入っている途中です。そして次はこのヒゲ先です。このあたりにちょっと注意点を持つんですけども、もうご存知のようにね、冷やしってのは半分ファンダメンタルが入ってますから、材料の方もちょっと確認しなければなりません。これは後ほどやっていきましょう。では4時間を見ていきます。4時間はテクニカルがきちんと働きますので、この下落ってのはテクニカル的に起きているってことと理解しておきましょう。ここもそうですね。だいたいこの今ね、印したところ、もじもじしてるところというふうな言い方をたまにしますけども、N 字を書いて下にボーンと落ちる形もあれば、レンジに入ってレンジでブレイクして、上か下に、進んでいくって形があります。まあ今はだから1時間の方見てお分かりのように、N 字じゃなくて、レンジの中で、どちらかにブレイクしていくって形ですね。おそらく下の方にブレイクすると思いますけども、今日はそれを見極めて、それに合わせてエントリーするってことになります。最後に1時間を見ていきますね。はい、ご覧のように、昨日始まったのがここだとしたらね、ここから下落が始まって、で、セカンダリートレンドをね、この間で書いて、上昇の方に向かって、再度この移動平均線にぶつかって、同じように落ちていったと。さらにここは戻り売りの N 字があって下に落ちていって、結果今はここでレンジを作ってるよって形ですね。このレンジ、ほぼ横ばいになってるところなんですけども、これが移動平均線との絡みではなくって、単純に上にブレイク、下にブレイクってものを作っていく。それが今日のテクニカルだと思います。午前中しっかり観察して抜けた方向についていきたいなと思います。で、抜けた方向っていうのはどうやって判断するかっていうと、まあ、主にはこの髭先を見ることになりますね。髭先は、ここに上の髭先があって、ここに下の髭先があるというところで見ていきましょう。あとは、実体で見るっていう方法があります。実体は、ここが頭になってきて、ここが、下の方になってきますね。このそれぞれの4つのポイントで、タイミングよくね、エントリーしていくってことになります。あとタイミングは、このチャートを見に来れるタイミングは皆さん違いますんでね。まあ、予約をお勧めしてるわけではないんで、だいたい3時間に1回ぐらいチャートを見に来て、今すごくね、ボラティリティがちっちゃくなってますから、ほら。ローソク足、ものすごく上下の幅短いでしょ。しかもヒゲも出てないでしょ。ほとんど資金が入ってない状態ですね。まあ、ですんで、これから日本市場が開いて、で、今日はファンダメンタルがほとんどない日ですから、テクニカルが素直に動くと思います。遅れずについていきましょう。それでは材料の方を見ていきますね。材料というよりも今日の現実ですけども、ニューヨーク外国為替市場でドル円は148円68円強へ含んだ後、148円15銭へ反落。まあ、このぐらいまで行きましたよね。だから148円を抜けるんじゃないかなと思います。147円台とかにね。で、ここにですよ。日銀の金融政策がもしかして利上げの方向に少しずつ向かっていくようなら円高がどんどん進むってことになりますね。あとは特にないかな。はい。以上のような形になります。今日も頑張っていきましょう。お疲れ様です。それからね、いろいろとご質問いただいている方、回答の方を送ってますのでご覧ください。多分それご覧いただければ今日もね、勝てると思いますんでよろしくお願いします。